コラボス大阪五十山。パオ。阪急は箕面駅、時刻は、6時43分、燕天国、ここは阪急箕面駅であります。本日はここからホラポス大阪五十山は第46山、河野山を目指したいと思っております。コース詳細、お枝場。この際、おっさん、行きます。ここからまず、与野のコンビニ方面に向かってひたすらロードを16キロほど走り、16キロもあんの？確か15、6キロある。 知らんと言ってたからですね。走り、そこから往復2時間ほどで河野山にピストンできるんじゃないかなと。はい、そして最後のお楽しみは、卵かけご飯、弁天の里で卵かけご飯を食べるというプランであります。営業時間は多分午後2時までだと思うんで、それに間に合うように行ってみたいと思います。それでは今日も元気に行ってみよう。行ってみよう。8月に、南アルプス北岳を目指します。そのために新調しましたリュック、いつも持ってるのは28リッターがマックスやったんで、今回30リッターを新調してみました。3日分の荷物なんでね。じゃあどこのメーカーですか？ミレーです。クンブ30、新発売です。アマゾンでちょっと安くなってたのでポチりました。そうですか。やっぱ涼しいね。おお、涼しいな。空気がやっぱり違うね。夜中に出した酸素でなんか溢れ返ってる感じがする。なんか空気が美味しいよ。美味しい。緑。おお、新緑って感じ。23分、第二次駐車場です。1時35分、距離は 4.4 キロです。箕面ビジターセンターに到着しました。はい、今日はもうね、ひたすらね、ここからロード、色気出さずにロードできます。はい、はい、で、ひたすら与野のコンビニ方面に向かっていきたいと思います。はい、は7時42分、距離は 5.2 キロ、ここで、左に曲がります。まっすぐ行くと勝王寺園ね。はい、4号線ですね。はい、県道4号線、今の時、温度は、気温は15度です。爽やかですね。はい、暑いわ。爽やかです。
本の湯内は通行危険なので遊歩道歩行者は通ってくださいって書いてあります。はい、でここね初めて来る人ちょっとどこってなると思うんですけど、はい、どうやってもまたがないと入れませんなあ、あんなな言うんやったらちゃんとな、ここですね今現在地ね、はい、でこのダム周遊遊歩道っていうところを通っていきます。ぶっちゃけあのトンネルの歩道を渡ったらもうズバーンと来れるんですけど、こうするとこっちのねあの木道の方を通れるからね、はい、こっち行ってみますよ。日の川ダム、はい、遊歩道です。はい、おお、すごい。おお、綺麗だね。パパパパパン、学校給食編。パパパフ。その後どうですかね、純喜さん。その後ですね、はい、家では作らないようなジャンルの、はい、あの内容の給食も出てきて、ほうほう、すごく毎日楽しいんです。例えばうちあんまパン粉とかマヨネーズとか買わないんですよ、使い切れないから。うん、もうこの間パン粉焼き出てきて、この大きい鉄バットみたいなやつにあのジャガイモのミートグラタンって言って上にパン粉を乗せて焼くわけですよ、はいはい、ほんならその部分がカリカリになってすごく美味しくって、でこれはうちでもパン粉を買って使ってみようと、はい、でいつもタイやったら、はい、あの塩焼きにするか煮付けにするかなんですけど、はい、昨日はパン粉と粉チーズを混ぜて衣をつけて、でオリーブオイルでカリッとしてみたんですよ、はいはい、揚げ焼きみたいな感じで。そしたらどうでしたか、リュウジさん。あれ美味しかったね。美味しかったやろ。いつもの自分とは違うジャンルの料理が作れるというね、うん、パン粉も使おうと思ったらいろいろ使えるんですよ。なんで今度はパン粉を使ったね行動食なんかも開発してみようかなと思ってます。なるほど、はい、安いんでね、はいはい、ちょっと恐れずいろんな料理に果敢にチャレンジしてみようかなという刺激を学校給食からもらっております。はい、抹茶ウイローも手作り、してあの提供します。ウイロー、ウイローやで。これもねインゲンペーストを上新粉とこう混ぜて抹茶と お砂糖と作るんやけど、ウイローなんか給食で出るもん。そうなんや、しかも手作りやで。ちょびっくりするよね。できな粉が一人一袋ついててそれをかけて食べるんやけど、そういやこんなに砂糖が入ってんには和菓子っていうのも驚くし、それでも砂糖控えめに作ってある分量なんですよ、うん、あそうか、お菓子って食べ過ぎると、ね、和菓子言うても食べ過ぎると砂糖すごいんやなっていうのも分かると同時に、このウイローってこうやっていんげんのペーストが入ってんねんやっていうのも驚きでした。うん、美味しかったです。いつももりもり食べてあるんですね。何やそれ。ということでした。はい、いい道です。はい、これはあの遊歩道を今歩いてます。緑やね。うん、いい季節やね。うん、ちょっと遠回りやけどやっぱりトンネル通るよりこっちの方が気持ちいいね。そうやそうや、真っ暗やしね、トンネル。はい、トンネルが後ろに見えてます。あそこを通ってしまうとこの木道の上を走れないって感じですね。トンネルを通るとこっちになっちゃうんですよ。はい、っていう歩道はここの木道になります。はい、おお、すごい。あそこなんか昔は通れたよね、橋みたいなのかって。あの下昔猿よさん集まってたのにな、いつも上で餌付けしてんのかな。どうやろう、昔そんなこと聞いたことあるよ。もっと凶暴やったよ。凶暴やった。ボンネットとかにボーン乗ってきてさ、むっちゃ怖かったよ。柄悪かったよ。今平和なもんよね。見えへんもんな。そうよね。一回遊歩道に入っていく感じになります。はい、田植えが終わっております。はい、これが秋にはね、稲穂がね、垂れてね、綺麗な金色になるんやね。のとんかつ頑張る。時刻は8時20分になったところでして、距離は 8.8 キロ、マリアの泉に到着しました。
冷たい。時刻は8時42分、距離は 10.7 キロ、はいはい、高山公民館前です、はい、ここまで来るとあの自販機とかね、はい、いろいろあります。あそこの川上なんちゃらさんのところでお手洗いもお借りすることができました、はい、妙見山までここから10キロです、はい、おそらく我々が目指す一旦目指している与野のコンビニまでは6キロほどちゃうかなと思います。でもそうするとね、卵かけご飯が美味しくない。うるせえな。これでいい。お、すごい田園風景です。ゲフゲフ言うてるな。言うてる。おお。ねえ。お気になりますでしょうか、ゲフゲフ。ゲフゲフ。終わったばっかり。おお。朝よ。とんかつ頑張る。カルビは？いい天気だな。うん、いい天気や。数少ない下りゾーンです。はい、国道423号線出てきました。はい、時刻は9時2分、距離は 13.6 キロです、はい、そこが金石橋の交差点ですね。そこね、妙見山行くのにあれはまっすぐ自転車が登っていきますけど、はい、あの道を登っていきます。我々は今日はここを右に取りまして与野のコンビニに行きたいと思います。はい、納豆屋さんの方やね。はい、距離は 15.6 キロ、はい、ジャン・ヨノのファミリーマート。もうライダー天国ですね。天国というのか、はい、ここでちょっとオレンジジュースなりを飲みたいと思います。はい、はい、コンビニで休憩して、納豆屋さんの道行っております。あの山口納豆さんね、はい、だから一回切り旗口を右に曲がりました。はい、西野を目指してます。はい、はい、何にも書いてないですが、ここです。ほんま、あー、ほんまやな。これを曲がります。はい、なんかバス停の名残がいい。へー、じゃあ、まあ、どれかいね、コウノトリがおった、コウノさん、うん、もう真正面のはずやけどな。へ、豊の富士らしいで。へぇ、豊の富士って書いてあった。全然富士山っぽくだけど、あれちゃん、ほんまか、うん、小富士どこや、小富士、富士山といえばこのポコッと横っちの小富士だって。富士山ぽいぽい、富士山ぽいやん、ぽいはぽいよ、ぽいよ、ぽいぽい、豊の富士、おお、ちょっと納得した。西豊の富士。関取か。おお、なんかちょっと納得した。ああ、おお、コウノトリがおったらしいで。だからコウノ山な。赤ちゃんおったんかな。そう、知らん。運んでくるんちゃう。あ、すごい見事な田園風景でございます。カエルすごいな。すごい、すごい、大合唱、大合唱。夜になったら人気当たりそうやな。うん、これ手作りなんですよ、新しい鬼山くん。うん、じゃーん、新作。目があるやね。あのね、最近は YouTube に作り方をね、アップしてくれてる人がいててね、ちょっと真似させてもらいました。目がちょっとリニューアルです。お、
羽どこ行ってん？羽もういらんことになりました。あの羽別になくても大丈夫らしい。59分、はい、距離は 18.8 キロ、はい、なんかここにロープと踏み跡っぽいのがあるので、うん、ちょっとこれ行ってみたいと思います、はい、地図ではここら辺を右に入っていかなきゃ。ここまで一つも案内はありませんでした。そこに何か書いてある。鳥獣捕獲なんじゃない。当時決して登山者向けのあれではないんですけど、なんか綺麗な道ついてるんで、もうちょっと行ってみましょうね。これぐらいしかないやろ道。はい、なぜかまた道なき道を進んでます。わざとちゃうんかっていう感じじゃない展開で毎回。いや今ね、とりあえず尾根に出たからそうは言うても一安心やったんやけど、さっきの斜面登りも結構結構でしたよ。結構でしたよ。おお、道やん普通の。もう尾根に出たらな、ちょっと安心、うん、鳥獣なんちゃらって言っとったから、これ鳥撃ち落としてる漁師さんとかがおるんちゃん。おもっと偉い坂道出てきたね。ああ、これコースではないんですけど、なんか行けそうな感じします。はい、おなんか神様の世界みたい。どういうこと？神様の宿る世界みたい。なんか偉い詩的な表現きましたね。感じるわ、なんか。おお、スピリチュアル竜の姿を撮っておきましょう。神を感じてるみたいです。しんどしんどいんかい。いや、あそこ抜けるときはもうブッシュだらけで、この先にこんな開けた場所があるって想像もできなかったから、あ、開けてるって感じがしましたね。それもこれも登山道でないところを方角だけに頼んで突っ込んでるこのリーダーのあれなんですけどね。なんで毎回こうなるんでしょうか。普通に登山道を歩かせてほしいです。電子地図も読まれへん。電子地図も読まれへん、ほんま。もともとはね、この緑のコース通りに来たかったんやけどね。まあ、しゃあないね。とりあえずこのまま直進すれば本来の登山道にぶち当たると読んでおります。はい、道なき道を進んでおるため、蜘蛛の巣が盛りだくさんです。はい、相も変わらず道なき道を歩いております。それでもだんだんとね、あ、見えるかな？この緑の線が本当の登山道なんですよ。もうすぐ行ったら、あ、ここで見えるか。緑の線にぶち当たったら登山道復帰なんで、もうちょっとだと思います。あ、イエーイ！なんと親玉！登山道のテープを発見したらしいです。ほんまかいな。おー、すごい、やりました、テープ発見、感激。あ、分からへん、うん、まあ、しかし、おー、イエーイ、おイエーイ。あ、ほんまや、テープあるわ。ここは通ってもいいらしいです。よかった。うん、だいぶだいぶ近い近い。おお、やりました。こういうね、どこでも通れてしまう登山道っていうのが一番ね、ギャラ化してしまうんよね。ほんまですね、ちょっとところどころに。
ありがたいことですね。こんな感じで進んでおります。やりました、登山道。わかりますでしょうか、登山道に見事復帰しました。おい待てよやりたい方だよねほんま復帰しました。これはもう道でしょう。セミか、違う、犬か、うん、倒木が多いからね、これ登山道でもちょっとね、おお、これ登山道やね、もう全部テープです。ぼちぼち行きたいと思います。山頂はもうすぐかと、もうちょっとかな。はい、やりました、ついに乗りました、本来のルートに。なんか言うてます親玉がこっち行くと牧、牧、牧登山口、はい、で俺らが来たのは寺田登山口。何がやねん、俺ら全然めちゃくちゃなところから来たわほんま。純吉登山口や、うん、まあ、むちゃむちゃやで。なんやねん、すごい安全な山やったはずちゃうんかこれな。4番とか6番どこにあんねん。もうむちゃくちゃ進んできた。このルートはね、リュウちゃんがね、山っぷにおそらく上げると思うんですけども、道なき道シリーズなんで、もう参考にはなりません。ほんますいません。もうでっかいテープ、もうほんまは絶対こういう安全な道やったはずなんやで、これな、ほんまな。こういうのも山の醍醐味や。アホ、マムシとか出たらどうすんねん。やってたバホ言うことは大きい。まあとりあえずはなんとかあの山頂に向かいそうであります。やりました。え、今何時、10時24分、登山道に乗っております。距離は何キロかな、距離はね、ちょっと待ってよ、一応言うとくわ、距離は、19.7 キロです。はい、我が家にも平和が訪れてきました、はい、どこは我が家やばい、こういう、あ、きちんとした登山道を鳥のさえずりを聞きながら歩ける幸せ、いいね。道なき道を進むのも山の醍醐味です。もうやめてほしいです。やめてほしいです、毎回そうです。やめてほしいです。筋が残っております。こんな感じの道です。もう熊笹が生い茂っていて、長ズボンをおすすめしますね。きっと足切れますよこれね。どうですかリュウジさん、ここまで。しんどいらしいです、こんな感じの熊笹の道です。季節によってはね、もうちょっと歩きやすいかもしれないですけど、5月、今日は20何日22、5月22日現在はこんな感じの道です。あ、もうねしっかり道が見えるんで山頂近いんじゃないかと思われます。舐めとったらあかんな。舐めとったんか、うん、ちょっと舐めとったらあかんと言っております道なき道はね異常に疲れるのよってことですね。はい、だいぶ出ました。6番、ん、6番ね、これあるとなんか嬉しくなるよね、うん、この山絶対こんなあれやで、やぶこぎする山じゃなかったやつ。どうだよ、いろいろありましたが、三角点が我々を迎えてくれております。来ました、ひっくり返っとるかなまあそれはさてき、ホラプス、はい、大阪50山は第46山、パフ来ました、パフ河野さん何やタッチやりました、登頂、10時43分 20.4 キロ、約4時間、だいたいここに登るのに美濃駅から20キロ走ってくるやつそうおらんと思うわ。おらんな標高は6789.9メーターです、はい、ちょっと景色はありませんけれども、広々とした山頂であります。でも昔米相場ののろしを上げてたいうから、うん、木々が払われてた、ね、あれやったよな、うん、こんな山頂です。展望はありません。こんな感じです。はい、休憩を終えまして、はい、ここ山頂ですね、はい。来た道をちょっとだけ戻って、はい、牧方面に降りたいと思います。はい、さっきの分岐まで戻ります。はい、こっち
こっちなの。あ、待って、やってしまいますね。テープ。おう。とんかつ迷う。はい、下山で迷う。来た道すら戻れません。もうなんかこんなに綺麗なツツジの道通ってねえなと思ったんだよな。6番やれやれやな。確かにこう降りてきたらこう見えるんよ。でもうちらはこう上がってきてこう6番が見えたから左に取ったんや。ここにもテープあるわ。これ見てごらんよ、この木ちゃんとこう、せやな、二股いんだ。センスないわ。来た道ですら降りられへん。ほんまにな、これまた中途半端に量かけ下れる道やったんや今。もうな、でも筒のおかげやわ、筒のおかげで助かりました。とんかつ走る。来ました、5番。おー、イエーイ。牧登山口の方へ行きます。こうやな、はい、こう見えるわ、黄色いテープが、はい、これは初の道です。ここを折れたいと思います。時刻は11時7分。はい、距離は 21.4km です、はい、無事たどり着けますように。ナムナムさん、びっくりした、クマかと思ったわ。ほんまや、クマ立ってる思った。怖っ。うわ、人乗せたけどあれで思った。あれなんなん、気が朽ちてんのかな。まあ、クマではないよな。うん、どう、クマじゃなかったです。これ遠目に見たらもうクマが立って背中を向けてるように見えて超怖かったです。なんかこの耳に見えたよな、このちょいちょっとあの木でした。うん、3番出た。無事遭難を免れることができました。ありがとうございます。時刻は11時14分。はい、距離は 21.8km、はい、無事下山したと言っていいんではないでしょうか、これは、うん、こっから行ったら絶対分かりやすいで。そうやな、うん、よう走ったな今日は。このご飯食べた後のバスの時間によってはまた微妙なことになってんけどな、うんうん、次は弁天の里を目指します。はい、卵かけご飯ですね、と鶏の唐揚げ、はい、鶏からもだいぶ楽しみです。ありますように。な、うん、えらい感じやな。そうやな、おい出してくれ。いや、ほんまそんな感じ。あ、本当に申し訳ありません。ちょっとここすげえ頑丈やなって言いながらむっちゃ一生懸命ここを開けようとしてたんですけど、なんとこっちがいい。すんげえ大変。あ、大丈夫リュウちゃん、なんかちょっとね打ちつけたみたい。大丈夫かな。そう、あの来られる方はこっち、いやこっちにしか目いかんかったんよ。なんとこっちが簡単に開きました。あの頭上背高い人を注意してください。こっから登れるから、あの柵は右側が簡単に開きますね。はい、11時20分。距離は、距離は 22.1km。 はい、やりました。ここは亀岡ちゃうです。亀岡やろ。亀岡やった。入った。
卵はね、言えば言うただけくれるんですよ、うん、とりあえず6個言うてみました、この麦のりとからし明太子はオプションでつけました。これなかったら定食で500円で卵食べ放題みたいです。ではまず、でガラ入れがちょっとドキドキしますね。いただきます。まずはあったかいご飯で塩がらきを混ぜて、ここであったかいご飯で白身に火を通すんですよ。そうなん、うん、なんなら家だったら電子レンジでさらにチンしたりする人やけどね。でここに黄身をして、でここ、うわすっごい色濃いよこれ、こう味ちゃうんかな。あこれね、醤油が黄色がノーマル、白がニンニクやって、私ニンニクいってみるわ。味も3種類いただきます。唐揚げは大人気で今待ってます。待ちます。揚げたてから追加します。卵2個目いきます。どうでしたか。12時8分、はい、弁天の里を後にしました、はい、いやもちろん美味しかったんですけど、うん、のすこの間双子卵が出た映像皆さん覚えてらっしゃいますかね。りゅうちゃんが親子丼にさらに追い卵をしたあそこですね。1個50円やったかな、あれ50円、うん、あそこの卵の味が衝撃すぎた、うん、あれはね卵黄を包んでる膜自体がね強かったのよ、うん、ブリってなってて鮮度もすごかって、うん、な甘みがもう尋常じゃない。私今まで生きてきて食べた卵の中であの野瀬の里の卵が一番美味しかった。今日のはちょっとそこまでは到達せんかったかなっていう感じの、うん、でしたね、うん、リュウジさんはどうだったんでしょうね。うちあの卵マンね、ちょっと結構卵にうるさいからね。いやうるさい、卵マンちょっと卵にうるさい、うるさい、はい、あの500円で卵食べ放題なんで、一度ね卵好きな方来て、うん、そんな食べられへんやん。食べられへんな、言うほど食べられへんわ。ご飯の量もそんなむちゃむちゃ多くなかったんで、ご飯はおかわり200円です。卵こんな予算食べ放題はご飯もいっぱい食べられない。そういうことよ、そういうこと。もしくは卵を飲むしかないな、あれな。そうや、飲むしかないいう感じ。はい、で唐揚げも美味しかったんやけど、個人的にはちょっとスパイスが効きすぎとったんで、ご飯がないと食べられへんような感じの味でしたね。はい、まあまあ美味しかったの美味しかったです、はい、こんな感じです。弁天の里からテクテク歩いてきて、ローソンで そこの見えてますね、ローソン、はい、あのファミリーマートは外にテーブルがあるのでバイク乗りの人がすごく多いんですけど、ちょっとの足を伸ばしてこのローソンまで行くと割と静かに休憩できますね、はい、もうねローソンのアイスコーヒー150円が人生一美味しいアイスコーヒーやった。大げさな。いやほんまにすごいコーヒーの豆の味がするし、うん、このクラッシュした氷の透明度も高いし、うん、ものすごい美味しいアイスコーヒーやった、うん、私喫茶店で飲むアイスコーヒーより断然美味しいと思った。ちょっと味の美味しいレベルが低くてすいませんけど、もう最高美味しい、はい、でちょっと何休憩しまして、また戻ってまいりました。ここで36分発池田行きのバスに乗りたいと思っております、はい、ヨノのバス停です、はい、アイスコーヒーはローソンで、はいはい、時刻は13時20分、距離は 27.1 キロ、はい、ヨノバスストップゴールです、はい、お疲れ様でした。